こんばんは。なんとか帰ってこれました。ワクチンを打ちまして、ねえ、ここやば、これマジでなんだろう、かゆい、見て、まつげ復活。ま、目がパッチリしました。タオルでね、なんかこう 前髪をね、抑えられるというか、されるか、もう前髪ぺったんこ。まつげパーマしてきたよ。2回目のやつね、なんかね、2回目のワクチンね、なんか打った後しばらくちょっと痛かった、なんかピリピリした。あれ、ちょっと口内にさ、お薬入ってもいい？もう痛いんよ、めちゃめちゃ。この変なところにできたらいいな。え、どこ？ここか。あや。うん。あ、貼りにくいとこに。あ、痛い。上を見たら超見えるから恥ずかしいね。すんごい張りにくいよ。解熱剤買った。解熱剤というかロキソニン買った。 OK、 腫れたわ。そう、張りにくいところに。明日からが怖いね。ここに置いとこ。まあ明日から休みだからいいんだけど。またね。でも月曜日がね、ダンスのテストがあるんだよ。だから月曜日までに治ればいいんだけど、熱がね。ただどうなるかがちょっとまだわからないって感じ。1回目のさ、ワクチンでさ、分かったんだけどさ、私さ、打った時さ、マジで全然痛くない、めっちゃ手が来るんだけどとかさ、こんな人だったけどさ、2日目普通に痛かったしさ。だからもうおとなしくしとくわ。あ、でもね、あの薬剤師さんがいるところでしかロキソニンって売ってないらしくて、その薬剤師さんに買うときにね、ロキソニン飲んだことありますかって言われて、あの、まあ一応飲んだことあるにはあるんだけど、そのなんか用途をちゃんと聞きたいなと思って、あ、いや、ないですって言ったら、なんかこういろいろこう、なんか何時間後にこう1日何錠飲んで飲める、1日最大何錠まで飲めるんですけど、何時間後かに飲んでくださいとかいろいろ聞いて、あ、これってあの解熱の効果とかもありますかって聞いたら、あ、もちろんありますって言われたんで、だって言われたから買った。ちゃんと松木用で。そう、いや、分からんかったからね。なんかそのロキソニンはさ、もう売ってある棚のところがね、空箱で置いてあったんよ。で、なんか後からその薬剤師さんがこう出してくれるみたいな感じだったんやけど、ちゃんと用途を聞いて、最大1日3錠まで飲めるらしいんやけど、4時間空けて飲んでくださいって言われた。でも基本あんまりそんな3錠とか飲まなくてもいい。
本当にひどかったら3錠みたいな。だよこのもうほんとちょうどね、墓すぐ床にね、もうほんとこんなちっちゃい口内炎ができとるよ。でもこれがね、喋ったりあくびをしたりしたら痛いのよ、厄介なところ。こっちちょっと良くなってきたな、だいぶ。え、でもさ、やっぱマスクした方がいいんかな。なんかマスクした方が保湿がされるんか知らんけど、なんかめちゃめちゃ良くなっとるんやけど、今日一日でこっち側いや朝もね、マスクで荒れたらいかんなと思って、そのコーティングじゃないけど、なんかそういう感じでこう皮膚科の薬をな塗って出かけたんよ、今日マスクして。そしたらなんかめちゃめちゃ良くなっとる、こっちこっちだけ。こっちはなんかまだもうちょいって感じやけど、ここのね、この縦ラインがすごいよ、ここ。マスクあれ、はあ疲れた。もうなんか今日いろんなとこ歩き回ったけど疲れた。重たい荷物を持って。そういえばね、無印でね、化粧水がもうなくなってたからね、そういえば無印も行かんといかんわ、でも薬局も行かんといかんわみたいな感じで、もういろんなとこうろちょろしてな、最後になんか、あ、スーパーであれ買わねえかんかったとか思ってスーパーにも行ってな、本当に疲れたドドン、無印良品、ワイの大好きな無印。何を買ったかと言いますと、今日の購入品をお目見えしたいと思います。まず口内炎お薬、ほんでロキソニンいらんだろそれは。ほんでなんかめちゃめちゃ迷ったけど、朝ごはんな、学校行くとき毎回朝ごはんをなパンにしとるんやけど、毎回そのやっぱ難しいわけ、パンって消費期限が結構早いし2日とかで切れちゃうのよ、あのものによっては、ものによってはとかほぼかだからなんか2日間しか持たないのね。でも無印に最強のもんが売ってあって、これソフトマドレーヌ、これな1ヶ月以上あんの消費期限、消費か分からん、あ、賞味消費分からんけど10月29日まで食べれる、最高じゃないしかも299円って安くなっとった、なんか本当は400円ぐらいするんやけど299円だった、値引きされてた、なんか安くなってた。でレジ前にさあるじゃん、なんかこううわ食べたみたいななるやん、無印ってよく、だから買いました、朝ごはん用に。なんてリッチな朝ごはん。あ、待って、レモン風味って書いてる、これ大丈夫かな、わい、レモン風味あんまり好きじゃない大丈夫か。そして私のもう絶対に買う、絶対に買うこちらの化粧、うわー見てすごい、私の顔が3個あるどこ見とんやって化粧水高保湿タイプ、しかもこれがないと私はもう顔の水分がすぐなくなります。冬場とか特にね、カピカピになるのこれじゃないとだから絶対に化粧水は無印の高保湿タイプを使っております。しかもね、1本だけ買うとやっぱすぐなくなっちゃうのよ、毎日使ってるから。お風呂上がりもそうだし、まあ化粧する時もそうだし、化粧する時はね、あの家で化粧する時とか、まあ、配信のために化粧する時とかはこのお高いものじゃなくて普
普通に安い500円ぐらいの化粧水使ってんだけどこれはもうお風呂上がりに使うやつ、予備でね、すぐなくならんでいいように2本買ってます。毎回以上、今日の購入品でした。あー、これはこっちに入れんでいい。これちょっと肌荒れにイラついちゃって、今日のレシートがすんごいいっぱいあります。これはレシート入れに入れとかんといかんよ。けい。ワクチンは今日打ったばっかりだからまだそんな大丈夫。特に問題はなし。問題はなし。ね、見てマジで、まつげ上げるだけで人って印象変わるよな。すごくない？あんなにボロボロだったまつげが一気に綺麗になりパッチリ上がりました。でもねやっぱりね、私毎日さ、このマジョリカマジョルカっていう化粧品のやつのまつげ美容液使ってるんだけど、1000円ぐらい、これ1個950円ぐらい、税込みで1000円ぐらい。マジで効果ある。なんか大体っていうかいつもね、まつげ伸ばすためにね使ってたんやけど、あんまりなんか効果ないなみたいな、全然伸びてる気がしなくて。これは案件とかじゃないよ、マジでなんかめちゃめちゃ宣伝みたいになっとるけど、案件とかじゃなくて、なんかでもね今日ね、1ヶ月半ぶりぐらいにそのまつげいつもしてもらってるとこ行ったんだけど、なんか前回よりもめちゃめちゃ伸びてますねって言われて、私は全然その実感があんまなかったんだけど、なんか伸びてるらしい。しかもね、私下まつげがあんまりない人なの。てか全然ないの、特に左、マジここの2本ぐらいしかないの。ここら辺なんかちっちゃい下まつげが生えとるけど全然伸びなくてでもねこれをね使っとったらね、もうね抜けてしまったんやけどね、伸びたんよ、ここら辺が、ここら辺。だからマジ まつげ伸ばしたい人マジおすすめ。まず安いのから使った方がいいと思う。そっから高い、まあ、4000円とかそれぐらいするやつを買った方がいいと思う。まずなんか試しにこう安いやつ買った方がいいと思う。今日さ、てかめちゃめちゃ涼しくない？本当はね帰ってきて窓開けようかなと思ったのでもやっぱ配信 しとるとさ、やっぱ声も聞こえるし、周りにね窓開けとったら、だからやめたんやけど、マスカラ下地も使ってるよ、メイクするときはね。普段は使ってないけど、メイクするときだけマスカラ下地は使ってる。エテュセのやつ、エテュセ言いにくい。今日朝からめちゃめちゃ涼しくて、逆にちょっと寒いぐらいやったよな、肌寒いぐらい、びっくりした。私も外出た時、めっちゃ涼しいやん今日みたいな。でもね天気予報見て28度が最高気温やったから、今日多分あんま寒く、暑くないやろなと思っとったんや。案の定そうでした。
めちゃめちゃ涼しかったわ。なんか暑ーってなることがなかった。263日目イエイ、ありがとうございます。あいかん、こんなんが痛い。いや、そのなんか私もあのやむを得ずエアコンつけてんだけど、本当は窓開けてね、あー涼しいなーみたいな感じの味わいたかったけど、配信してる時はちょっとね、外に声が漏れちゃうし、なんかこのなんかこの暗さになってさ、窓全開で開けとくのもなんかちょっと怖いというか、だから普通に閉めてる。チャカさん、クマのぬいぐるみありがくま。チャカさん、クマのぬいぐるみありがとう。かゆいここ、もうやだ。今日さ、朝っていうか学校の授業中も鈴虫鳴いとったよ。リンリンリンとか言って、え、なんか虫鳴いとるわって思う、テスト中に。痛い。あ、そうやね、またなんか台風がさ16号やっけ発生しとったよな。なんか昨日ぐらいのツイッターのあれで見た、ニュースで。なんかね、トレンドをさ毎回毎回その確認しとるんやけど、特になんもないけどね、あの用事っていうか、なんか今何が世間的に流行っとんやろなみたいな感じでさ、トレンドをパッて見るんやけどさ、その時になんかこうニュースみたいなのがさ、たまにこう大きくドンって画像と一緒にさ、なんか見出しみたいな感じで出てくる時あるやん。でなんか台風16号がなんか発生したみたいな書いてあって、え、また台風来るんと思って、なんかそれそうではあるけど、一応今のところさあれだよね、なんか日本列島の方に来てる感じだよね。福岡は多分ギリギリそれそうな気がするけど、まあ、関東とかの方は危ないかもしれないねって感じやね。来週わかんない、いつ頃やってくるかはまだ。でも九州はまず大丈夫そうだった。なんか全然進路に入らなさそうな感じだった。あ、でも29の時点で鹿児島の下らへんまで範囲が来てるぐらいやから、どうだろう、福岡来るんかな。え、っていうか2個発生してるのこれ、15号が別の方、海外の方で発生してるわ。あ、福岡もし入るっていうか、そのままこのまま進路のまままっすぐ来るんやとしたら、30日ぐらいには来るんじゃない多分。でも台風ってね、結構それるっていうか急に曲がったりするからね、どうなんだろう。でもこのまま来たらワンチャン危ないかもしれない。非常に強い28日猛烈なになっとるけど、でも28日はまだ日本列島には到着してないから大丈夫そう。神さん、クマのぬいぐるみありがくま。神さん、クマのぬいぐるみありがとう。あ、わひどい顔してる。なんか本当は、あ、まあ、今日もしあれだったら実家に帰って
まあ熱が出たら出たで、そのね、いろいろこうお世話になるかなとも思ったけど、やめた。ちゃんといろいろ準備しとるからね。来週行くことにした。来週があれやね、運動会なんだって弟たちの。だからそれを見に行こうかなと思って。そんなね、このご時世大したことはできないんだって。なんかめちゃめちゃ下校早いんだよ。11時半とかに下校。なんも楽しくない、そんな運動会。だから今の子ってほんとかわいそうやなって思うわ。しかもさ、ワイの弟、一番上の弟なんかもう6年生やから最後の運動会なんよな。小学校最後の運動会で応援団なんだって。そんなん見に行くしかないやん。そう、かわいそうやな。ワイもさ、小学校6年生の頃応援団のやったんやけど、応援団でダンス踊ってアクロバットもしてみたいな感じやったんやけど、めちゃめちゃ楽しかったよ。いや、練習とかね、やっぱ暑い日にやるからめちゃめちゃ大変やし、は一回熱中症じゃないけど、なんか気分悪くなって、な、貧血やと思うんやけど、多分貧血でなんかこうぶっ倒れそうになった時あったんやけど、それもいい思い出ですよ。しかも分かる、運動会の時ってさ、めちゃめちゃお母さんが作ってくれたおっきいお弁当をお昼ご飯に食べるのがもうめちゃめちゃ楽しみやったんよ。でもそれもないとよ、11時半に下校やから。お昼ご飯もなし、え、悲しいよ。ほんでさ、なんかさ、まあそのいとことか、まあその何、いろんな人が見に来てさ、最後自分がさ一緒に帰ってさ、その自分のお家でさワイワイしながらその運動会のビデオとかさ見たりするのがめちゃめちゃ楽しい。ほんでさ、疲れたらちょっとさ寝るやん、夕方みんな。ほんでそっからなんかこう花火とかしたりさ、バーベキューとかしたりするやん。それが毎回の楽しみやったのに、もうその楽しみもなくなっちゃうの、もうめちゃ悲しい。でも見には行けるみたいやから、そのなんか人数制限とか特にないらしいの。見には行けるみたいだから、せっかくね休みやったら見に行こうと思って。応援団らしいから、しかも最後やしね、小学生。痛い、こんな縁が。そうで、しかもさ、なんて言ったらいい、子供の頃ってさ、まだ自分のさ好きなものを好きなだけ買ったりすることってできんやん。自分でお金をそんなに持ってるわけでもないし、やからなんかそのなんかなんて言った、遠足とかそういうなんか行事があるたんびにさ、まあ、お菓子とかさ、ジュースとかさ買ってもらえる日が来るやん。で運動会とかもさ、まあジュースとかカンカンのさちっちゃいジュースとかをさ大量に買ってくれたりとかさ、なんか好きなお菓子買っておいでとかさ、買い物した時に言ってくれるやん。もうあの時間がめちゃめちゃ楽しいのにさ、今の子ってそれもできんっていうのめちゃめちゃ悲しくない？いや、お菓子300円私守ったことない。ごめんけど、お菓子300円までっていうの守ったことない。いつも500円分ぐらい持っていけたよ。あれ、守っとる人おるん？お菓子300円。絶対おらんやろ。だってさ、正直わからんくない？なんかレシートを持っていかないかんとかならさ、もう確信犯やけどさ、全然怒られんかったよ。
で、そもそもなんかお菓子の確認しますとかないやん。もうリュックサックに入れて持っていけばこっちのもんやから。まあ結局全部は食べれんけどね、その遠足の間に。でもなんかその分を買ってもらうっていうのがすごい楽しかった。早く離れ直れ。楽しみだ。むーちゃんにもそろそろ会いたいしね。ぽっ。何のお菓子買ってたかもう覚えてないな。何買ってたっけな、なんかちっちゃいお菓子とかも買ってたし、なんかでもあんま大きいのは持っててなかったが、まあ駄菓子っぽいやつ買ってたな。前髪がもうぺちゃんこない。やっぱお薬が取れそう。あの喋るたんびにね、あのここの刃っていうの、刃じゃない剣士に当たるんよ。なんかあんまりこう笑ったらね、あの戻るのに引っかかんの。だから喋り方ちょっと変でしょ、口があんまり開かないようにしてんの、こっちを取れちゃうから薬が。かゆい。みんながお菓子の名前を書き出したぞ。疲れたな。ここがやっぱ左の方がちょっと前、まつげ短いんだよ。右の方がこうペッてなってる、ちゃんと。はあ、こやつ。え、怖っ。同じコメントしとるの怖すぎ。違う人が考えること一緒かよって。これ見えんかった。バラよこれ、バラ、ほらバラ。
か冬服をそろそろ出さんといかんね。だる、冬服だる。コンビニは売ってないだろ多分。え、売ってるとこあんの？逆に見たことないわ。ハラコマドロップス売ってんの駄菓子屋さんにしか見たことない。たまにスーパーとかで売られてるよな、あのカンカンの方。え、この辺の薬がめっちゃ剥がれそう。もう最悪。これもスーパーで買った、これ袋やけど、これはこれは袋。しかも個包装されてるからね、食べやすいんだよ。カンカンより、カンカンはもう一回一回こう全部出さんといかんから、発火が出るまで。取れた今。一瞬取れた。うん、この辺の薬が一瞬剥がれた。え、もう1時間経ってるやん。え、あ、違うな、30分やな。でもな、感覚的にまだ30分ぐらいやろなって思ったりしたから、さっき15分の影響出たよなって思った。そっか、今日18時半からやったわ配信、忘れてた。だからまた腕が痛くなるのかな。変な感じ、今全然痛くないの。まだ痛くないよ。うん、おなりの癖剥がれちゃった。明日熱が出て死んでたらごめんね。でも一応あのカロナールだっけ、なんかまた20お薬もらった。
前回もらったお薬。おいしょ。これだ、カロナール。なんかこれ6時間空けて飲んでくださいって言ってた気がする。これ1日1錠2日分解熱鎮痛剤。カロナール嫌いなの、形がもう飲みにくい。これ長いし薬苦手ない、食欲飲みたくない薬は。そう、飲みにくい。でもさ、カロナールは、まあ、1日1錠として2日分あるやん。これを、まあ、熱が高い時に飲んで、ロキソニンとかってどのタイミングで飲んで、これが飲み終わったら、びっくりした。今外の人か分からんけどさ、くしゃみの音聞こえた。え、またしたし、しかも聞こえたよな。ヘクシーで、お代理人やな。これ解熱剤、解熱鎮痛剤。これは病院っていうか、今日ワクチンを打った時にもらった薬。カロナール朝夕1回2錠。え、じゃあ1日分しかないやん。どうだろうね、夏出るか分かんないね。この髪の毛なんだ。うん、今のところめちゃめちゃ元気。お風呂は普通に入りたいけど入っていいかな。
口の色取れてきちゃった。いい、じゃあ早めにお風呂入ろうかな。なんか熱って夜に上がってくるイメージやからちょっと怖い。てかさ、最近さ、エイペック、え？ちょっと歌。エイペックスがさ、サーバーがなんかちょっとラグくてできんかったやん。でさ、なんか、その代わりではないけどさ、あ、待って、くしゃみ出そう。マイペース。当てらんわ、大丈夫。なんかあれを見とったのね、配信で、スプラトゥーンの配信をね、で、なんだっけあれ、Wii のもう一個後ってなんだっけあれ、ちょっとでかい Wii、 あ、Wii U、 そう、 Wii U でさ、スプラトゥーンが初めて出た時 Wii U でめちゃめちゃやっとってな、めちゃめちゃハマっとったんや。もうスイッチになってから弟がもうスイッチね、持っとるってかあれやからやってないんやけど、これ久々にやりたいなと思ったらさ、来年スプラ3出るらしいな。え、ちょっとそのために買おうかなって、スイッチお金貯めて余裕あったら。そう、スプラ3出るんだって、楽しみすぎん。今年の冬またなんか新しいゲーム機出たりするんかな、スイッチの。さすがにもう出らんかな。なんかでも毎年出とるやん、やっぱクリスマスプレゼントとかでさ。てか冬ってめちゃめちゃなんか新しいおもちゃいっぱい出るやん、やっぱサンタのねためにサンタのためにいっぱいおもちゃ出るやん。任天堂は毎回なんか新しいもの出してるから、今年も出すんかな、やっぱ。前もサンタさんのお手伝いしたことあるよ、大人になって。大人になったらサンタって見えるんやよ、みんな知っとった？大人になったらサンタさんって見えるんやよ。子供の頃はやっぱさ、会わんやん、サンタに。大人になったらサンタに会えるんやよ。びっくり。あ、スイッチの新型出る。液晶が有機EL。なんじゃそりゃ。知らん。わかりません。サンタさんってのは意外とスラッとしとるんやよ。みんなふっくらしたのを想像しとるやろ。意外とスラッとしとる。え、なんか、あー痛いわ、腕痛い早くない？でも力入れたらなんか筋肉痛みたいな、わかる？こう動かしたら痛い。この運動めっちゃ痛いえ、痛い。え、どこのサンタさん？え、日本のサンタよ。うん、でもね、今回っていうか2回目の時ね、マジで痛かったんよ。痛いっていうか、なんか
あのな、え、なんて言ったらいいのか、もう、うわ、入ってきたってえ、なんか痛かったの、ちょっと、1回目より刺すところが違かったのかな。え、どこに刺した、そもそも。あ、ここか、ここに刺した。いや、1回目も2回目も同じ先生やったよ。腕の力抜いた。でもなんか注射が刺さって痛いっていうよりかは、なんか入ってきて痛いって感じだった。注射が刺さった感覚はあんまりなかった同じお医者さんでした。1回目はでもなんか別に1日目全然痛くなかったけど、今痛いよ。こうしたら上はあんま痛くないけど、いや、下多分めちゃめちゃ重いと思うわ、左手だけ。しかもさ、ワイ多分寝とるときさ、めちゃめちゃ寝返り打ってる人だと思うんよ、多分ね。あの、めちゃめちゃ朝起きたら寝相が悪いってことはないんやけど、多分寝返り打っとるんよ。てか絶対人間って寝返り打つやん。HNT は診察できない。そんな、なんかいやらしい診察したわけじゃないんだが、注射打ってもらっただけやよ。でも世の中な、そんな、なんか芸能人が芸能人だからとか関係ないよ。人間なんだから。それは誰だって病院も行くし、コンビニだって行く。ガソリンスタンドにだって行く人だっていますよ。だからまあ、もしかしたら自分の人生の中で何かな、あの芸能人の人を対応する時があるかもしれんよ。飲食店で働いとってたまたまその芸能人の人が食べに来たとかあるかもしれんしな。てかあるやろ絶対、世の中生きとったら一回ぐらいは。かかりつけのお医者さんとかないですよ。ない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 。今日注射打ったとこを見せてくスタイル。もうすぐ配信終わるけどね。何もしとこ。かゆい。かいちゃいけんって分かっとるけど、かゆくてかいちゃう。まつげ上がってる。はい、まつげパワーは1時間半ぐらい所要時間。
でもマジずっと目つぶってるから ほぼ爆睡しとるよ。今日も爆睡した。寝てらっしゃいましたねって言われたもん、担当の人から。いびきかいてたんかなと思ってめっちゃ恥ずかしくなったけど、なんか寝てるって分かるってことは何かしら多分いびきかいてたとかなんかなって思ってしまって、途中までねなんか話しかけられよって、それに答えよってね。で途中からもう 目つぶっとかないけんけんさ、逆にまあ、しゃべらんくなる、集中してねしゃべらんくなるから、こっちもね別に寝る気はないよ、寝る気はないけど、ずっと目つぶっとったらいつの間にかもう意識がねなくなっとると、たまにこうふわって浮上した時ね、あじゃあなんとかしていきますねみたいな言われたけ、あはいみたいな感じでまた落ちての繰り返し、多分何かしらで多分こう声かけた時、多分トリートメント塗っていきますねみたいな言った時に、多分私が返事しなくて、あこの人多分寝てるんやなって思ったんかなってとも思ったけど、もしかしたらいびきも書いてたのかもしれない、寝てたから分かんないけど。でも基本みんな寝てるよ、あのまつげパーマしてる人は。しかもね、あのリクライニングのシートって言ったらいいの、なんかちょっとふかふかのリクライニングシートで倒されてもうほんと寝とる状態、寝っ転がっとる状態でやってもらうから、あれ寝らん方が無理逆に。あー分かるよ、ワイも美容室でさ髪の毛あの乾かされるとか時とか、人に髪の毛触られるとめっちゃ眠くなるよな、眠ってもうようこんなんなっとる、乾かされる時なんか乾かしぼったらやばい寝とった。いつもなる。いやでもそろそろマジ美容室行かんとな、髪の毛の色もちろん明るくしたい、てかブリーチしたい本当に早く、てかなんか好きな色にしたい、もううわー。なんかさ結局明るめにしたとしてもあのやっぱ限界があるわけよ、ブリーチしてないから。もともとなんかそんなにめちゃめちゃ真っ黒ってわけでもないけど、まあねブリーチしとる人よりかは黒い方だから、明るめを入れたにしろ何にしろ、まあ、色落ちしたらね私結構あの最初の初めて染めた時ぐらいの色落ちの時はマジでやばかったんやけど、金髪ですかみたいな感じの明るさぐらいまでになったんやけど、だからね結構抑えてはもらってるの、その赤くならないようにとか黄色くならないようにって言ったらいいの、色落ちしちゃうとなんかこう金髪っぽくなっちゃうから色がね、あの明るすぎて、だから青をねちょっと入れてんの、グレージュみたいな感じでちょっと青で赤みを抑える色と明るくなる色みたいな入れてもらってるんだけど、まあ毎回その同じような、まあ、ステージとかに立ったらまたちょっと明るさが違うけどね、ここと今見てるのと違うけど。やっぱりさちょっともう傷んでもいいからそろそろ髪の毛自分の好きなようにしたいな。なんか一回あグレージュもしてみたいし、なんかこうロイヤルミルクティーってさおしゃれな茶色みたいな色があるのよ、明るめのね、あれめっちゃしてみたい。でもな、なんかハイトーン似合うんかなってめっちゃ思うよな。あでもアプリのあの色めっちゃ可愛いよな、あのルーレットのやつのな、えってかマジで腕痛いけどどう。え腕痛いけどどうこれやばい、腕痛いよ、なんかめちゃめちゃ痛いってわけじゃないよ、めちゃめちゃ痛いってわけじゃないけど、あなんか違和感だなーって、違和感、うん、いやさっきなんか説明しとった時にこう動かした時にあ痛いってなった。
まだ今日打ったばっかりだからそんなになんかめちゃめちゃ痛いってことはないけど。やばいぞやばいぞ。えい全然飛ばんやった。まあでももうそろそろ終わろうかな配信ね。早くお風呂入って早めに休みたいと思います。今日はワクチン打ったばっかりなんで。ありがとうございました皆さん。明日からね、あのまあ状況体調によってはちょっともしかしたら配信お休みしますって言うかもしんないけど、明日は多分大丈夫じゃないかなと思う。多分もうでもね、ほんとこればっかりは人によるからね、症状というか副反応の症状は。軽い人もいればなんか急めちゃめちゃ40度ぐらいまで熱が上がる人とかもいるから、正直わかんないけど、体調によっては配信しますので、まあおはようツイートだったり何だったり、まあ私のツイッターをね確認を随時していただけると嬉しいなと思います。もしやるってなったらツイッターで何時から配信しますっていうのを告知すると思うんで、はい、よろしくお願いします。ツイッターねフォローしてない人はぜひフォローしてください。よろしくお願いします。それぐらいあ落ちる。まあ本当にちょっとベッドから降りるのが難しそうだなってなったらベッドから配信するんで、汚くても私がね着なくてもマスクして髪の毛ボッサボサのまま配信するんで、はい。まあでもね、多分ね、本当ここ最近というか全然風邪ひいてなかったから、もうこれでもし、まあ、熱がね38度とか39度とか出たらマジできついと思う。ただでさ1回目のワクチンでも私結構しんどかったのよ。倦怠感がすごくてなんかだるーみたいな、体重たーみたいな、頭痛ーみたいな、微熱もあり、怖すぎる。まあということでね、みんな心配ではあるでしょう誰落ちた心配だとは思いますけど、明日の私を楽しみに待っていてくれると嬉しいなと思います。できんかったら本当にごめんなさいって感じなんやけど、また明日元気に会えることを願って今日は配信終わりたいと思います。ではランキング読みます。落ちちゃった。13位宮直さん、12位菅爺さん、11位としぼうさん、あというの10位田沢さん、9位鈴友たんたんさん、8位みゃおいさん、7位ついてるさん、6位がフォーコアット香港さん、5位が中野のけんじさん、4位いけぽんさん、3位ほえさん、2位ちゃかさん、そして1位が神さんでした。その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さんもありがとうございました。では皆さんまた明日お会いできるように、私も体調、こればっかりは管理というよりはもう
反応がいかに出ないかということを願うしかないんですけども。まあ明日元気だったら配信したいと思います。死んでたら本当にごめんなさい。またツイッターでね、できるかできないかもお知らせするので、はい、ぜひチェックしてくれると嬉しいなと思います。じゃあ皆さんさよなら。もうすでに腕が痛いっていうか違和感があるけど怖い。バイバイみんな。じゃあね、明日からのお休みは楽しんで、お仕事ある人は頑張って、お休みの人はいっぱい寝てください。さよなら。